フロントマスクが、はい、シボレーの3100のレプリカ。何それ、シボレー風ってことでいい、はい、いいわけ、はい、今度はで、フロントライトを革命ライトから丸めにライトに変更予定、はい、ああ、うん、革命からね、はい、はいはいはいで、リアベッドはステップサイドベッドに変更予定。ああ、荷台をリアベッドって言うんですか、うんうんうん、それはやっぱ目標としてるアメ車のなんか形状があるわけですか。へえ。おお。なるほど。どなに若い人向きなんかね、やっぱり。若い人向きでしょうね。若い人向きなん。はい。はあ。やっぱりあれちょっとこのフロントのところが中央部が出っ張った方がいいわけですか、うん、っていうのがこれが出てますから。ああそういうことなんですか、はい、カーショーと本場のカルチャーを味わう、うん、ちょっと何レトロっぽくなるってことなんかね。なんとなく、はい、膨らみ つけた方が、はい、よし社長これ、はい、3点、はい、フロントマスクが、はい、シボレーの3100のレプリカ。何それ、シボレー風ってことでいい、はい、いいわけ、はい、今度はで、フロントライトを革命ライトから丸めにライトに変更予定。ああ、うん、革命からね、はい、はいはいはいで、リアベッドはステップサイドベッドに変更予定。ああ、荷台をリアベッドって言うんですか、うん、うん、じゃあこれだけですね、今のところ、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ勉強させてもらいます、はい、その線は何なんですか、その縦の線は。線引きで引いてた。あ、これですか。うん、これはほら感覚取り、左右の感覚取り、ここからこうあれがつくんですよ。ああ、じゃあ一応そこのところはあれなんだ、ゲージの、ゲージつか原型のデザインなんだ、うん、でない、それで R つけるわけ、うん、ここは R つける。ああ、そういうことね。三次元の R つけるわけだね、そのシボレーのあれみたいにね、先端膨らすわけだ、はい、あで左右均等にそれやるわけなんだ、はい、ああじゃああれか、まだあれだ、少し形は変わるんだ、はい、あそういうことか。じゃああれだね、目視でこれ見てるよりは全然違う形になんだね。そうですね。おー、そこがあれか、丸みを見るわけだ。ああ、おー、あ、そういうことね。じゃあ今削ってるとこがずっと削れるわけだ。じゃあそこのとこがアンパンマンの拳みたいに膨らむんだ。え？ね？
そこだけがね本当のワンオフなんだ、肩なしのワンオフなんだ、肩なしのワンオフなんだ、突き出るんだそこのとこが、機関車みてえに。あ、じゃあ印象は全然違うな、そういうことか。じゃあそれが鼻の頭みてえになるわけだ。それであれか、シボレーのなんとかのレプリカってなるわけなんだ、うん、そうすると言葉だけでわかるんだ、わかる人は。じゃああれか、昔のあのレトロな映画で出てきたみたいなあれか、そうですね、車の、はい、ああ昭和何十年代のアメ車が日本に入ってきましたよみたいな、ああいうでっかいでっかいガタイの車みたいになるわけだ。どない、社長もそういう車好きなわけ？そうですね。あ、そうなん。おお。今の車のハイブリッドとかで全く興味ないです。あ、そうなん。じゃあそれで本当にあれだ、塗装の色塗った時に見てくれが全然変わってくんだ。あ、そういうことね。じゃあその外観が見れるのは来週は見れるんだね。形だけはね。
でも先週はほら、今週はだいぶさ、進むよとかいう話してたからさ、中旬までなんないけどさ、なればさ、また作ったの。あの隙間を埋めてやらない。今度は何グラム？15グラムなんですか。最初が12、これが15。マスクが変わったんだね。うん、形がね。ライトをね、この辺に、つけないからですよ。はいはいはい。あ、そうだよね。うん、で、ちょっと、フェンダーを膨らますような。おお。この前のかまぼこ下みたいな形だったのと全然違うもんね。ここの形がね。怖いですね。うん。それは、カネライトのあれ？この前のほかして？いやいや、あれ、半分ぶった切って。ああ、そういうことね。形状変えて。うん、ああ、加工できるからいいんだ。そういう面で言うと。これもここにつけとったやつを一気にずらして。なるほど。ステップはね、もうあと4年で作るだけなんですけど。またそのジープは何なんですか。ジープは。これ板金。ああ、板金ね。本業ね。あ、作ったんだ。あ、これが何？あれ？あの四つ分つこと？一つ分？2.5 枚と。ああ、それが2つ分なんだ。あ、後ろのね、タイヤのあれね、すごい。で、フェンダーなんだ。でかくなんだね、やっぱね。そんなにでかくはなんないけど。あ、いいですよ。無理に。あ、後ろ側はそんなの作ってあるのね。バックがね。おお。トラックだね。本当に。軽トラです。はあ。そこら中使ってんの？だって最近ポリパテが信用できなくなって。ああ、そうね。信用できないっつか、怖いんだよね、後々の収縮が。やっぱり塗った瞬間は悪くないんだけどさ、早く固まるしさ。でもエポクシ慣れるとエポクシの硬化時間って予測できるでしょ。大体 できるし、うん、そんなに遅くはない。うん、どんぐりはね、特にね、遅くないんだよ。だからさ、あのメルカプタン5分間効果の下手に使うよりさ、ずっといいんだよね。毎回毎回これでね、うん、サンプル取って、うわ、消毒液出すんですよ。うわあ、これあれなんだ、余分にこういう風にやってるけど、一応自分の納得する上での効果見本なんだ。ね、効果見本、このとこにあれだ、余ったやつで作ってるんだ。そうです。えら、何パーセントの水がいいか。うわー、研究してるわけだ。これで、で何、曲げて、硬さとか強度とかみんな分かるわけだ。自作のそのパテが。分かりやすい。最近板金屋よりかエポキシ扱う方が高い。そうだね、最近パテ屋だね、そういう意味で言うと。じゃあね、カチカチだもんね。それが特徴だ、カチカチが。そこはあれなんだ、テレンテクダで、テレンテクダで編成するんだ、
オリジナルだっけ、 F ちゃんオリジナルのねえ、売り出したらいいじゃん、オリジナルのさ軽トラを、なんだっけ、改造する場合はさ、これが取っときだよっつって、俺特許取るか、特許取るか、特許取らないもいいよ。あのさ、特許取るとさ、ご存知の通り明細書かなきゃいけないじゃん。あ、うん、で大体ほら理屈こねくり回してさ、でやっと取れるからさ、ふんだんに金使って、その上その結果さ特許になるっつうパターンがあるじゃん。なんだったらさ、最初から全部隠しちゃった方がいいよ。作れるもんなら作ってみろってやつが特許だから。うん、受注が来そうで、受注来そうだよね。軽トラックいじり始めると受注来ちゃうよね多分ね。カネライトは買えるでしょ、うん、でもそのさオリジナルパテはさ、ちょっとさ秘密のアイテムがさ何種類も入ってるからさ作れないじゃん、なかなか。あ、できんじゃん。垂れないで伸びが良くて値段が安くできるっつうところがいいよね。それがいいんですよ。それがね、あれか、その681号編成のパテは進化してるわけか。進化してます材料編成が使って自分で試しながら編成を考えて、でまた夜な夜な作り込んで、そう今度だけ681号に着色入れて、うん、もう最後のサーフェイサーの止めにしちゃうから。ああ、そうね、下手するとその パテは削れそうだね、うん、いや切削性も悪くなさそうだね。いいんですよ。え、400万ぐらいで軽々と溶けるから。そうだね、まあ、下手するとポリパテよりなんか溶けそう、うん、溶けそうやし硬いし硬くて収縮がないから。収縮がないんだよね、それと接着がいいんだ、それと耐水性なんだよ、うん、いいかなと思って、うん、いやだってこの木とかさ、FRP、はい、すげえふんだんにさ、なんか6815使ってあるみたいな感じだからさ、みんななんかこのパテ、はい、塗り放題塗ってあるみたいだからさ、あ、いいんだなと思って、使い勝手がいいんだなと。なんかそこら中使ってんのもん、だって最近ポリパテが信用できなくなって。ああ、そうね、信用できないっつか怖いんだよね、後々の収縮がやっぱり。え、塗った瞬間は悪くないんだけどさ、早く固まるしさ。でもエポクシ慣れるとエポクシの硬化時間って予測できるでしょ。大体で、すっごくできるし、うん、そんなに遅くはない。うん、どんぐりはね特にね遅くないんだよ。だからさ、メルカプタン5分間効果の下手に使うよりさ、うん、ずっといいんだよね。毎回毎回これでね、うん、サンプル取って、うん、うわぁ、ちょうど計算するんですよ。うわぁ、あ、これあれなんだ、余分にこういう風にやってるけど一応自分の納得する上での効果見本なんだ。え、効果、ね、効果見本、ここのとこにあれだ、余ったやつで作ってるんだ。そうです。え、何パーセントの水がいいか、うわー研究してるわけだ、これで。そうで、何曲げて硬さとか強度とかみんな分かるわけだ、自作のそのパテが。分かりやすい最近板金屋よりかエポキシ扱うが高い。そうだね、最近パテ屋だね、そういう意味で言うと。じゃあ取っときの材料を
ライト板積んできたから。それは取材はどんぐりとそのまま、どんぐりと同じ高架材で違う、うん、でもちょっと長いんですよね。ちょっとじゃなくて、3倍以上だ、40分ぐらいありますよ。ホットライフが来るまで、うん、1588、そのどんぐりエース、おー、うん、だからどんぐりは15分ぐらいでしょ、はいはい、結局早いですもんね。早いですよ。だからそれの3倍、4倍ぐらいはありますよ、そのどんぐりエースは。同じ100対40ですから、はあ、え100対40、取材はだから同じものを使って OK ですよ、うん、え中はどんぐりなんだ。中はレジンは、そう、レジンはどんぐり。これは白パテの効果剤よく似てるね。白パテの、あ、染料はだから着色してる、はい、あの着色剤は同じ、うん、うん、着色剤は同じですね。だからそれだと結局3、4倍は長いですよ。40分、40、50分ありますよ。そんなにあるんですか、うん、だから6815と、はい、こう入れて、うんと、うんとでもないけどかなり使用時間が長くなる感じ、はい、だからパテ同じ作ってもこれ使えば少し長く、6815と、あとはブレンド次第。だからこういうことです。こういうこと、あの全部そうっつうことでもないですけど、うん、6815っつうのは、6815っていうのは6800と1508の合いの子、うん、ハイブリッド、ハイブリッドで、配合比は100対40にしてあるんですよ、うん、はい、6800ってのは100対30、ああそうですね、はい、で1508は100対40、だから、うん、あのそのままだと100対40にならないんですよ、うん、それを6815は100対40に、うん、あの編成してあるんですよ、うん、で取材はあの6800と1508の取材の合いの子、うん、要するにこれ同じ、同じ、はい、で、この6815の硬化剤だけをこの1588使ってるんです、はい、で1588っていうのは1508の3倍から4倍、はい、だいたい 4、50分ぐらい。そうすると1508と68で混ぜたもののハイブリッドが、はい、ポットライフが少し6800が、うん、よりは短くなるんで、うん、だいぶ1508に引っ張られるんで短くなるんですよ、うん、で6800だっつうのは 4、50分あるんですよ、はい、で1508は15分ぐらい、うん、だから社長がパテ作ったのは、うん、だいたい20分から30分ぐらいは使える時間があるんですよ、うん、で1588にするとそれが10分以上は多分長く伸びる。だから薄膜でやると多分この6815のパテよりは倍ぐらいは伸びる可能性はある。この引っ張るやつの硬化剤を一気に変えますから、1588で。だからまた研究課題で作ってみてください。こんだけあれば社長のあの遊び相手ぐらいにはなる量それで自分で作ったパテとスペックを考えてみれば、はい、多分2倍ぐらいは伸びるかなと思います。ポットライフが、はい、そういうことです。置いてきます。はい、すみません。で、これも置いてきます。はい、で配合比は100対40です。100
100対40ですね。うん、変わんないですから。いいでしょ。100対40ですから。考えなくていいから。いいですね。バッチリでしょ。掃除で立って刺してあれでしょ、足しゃんでしょ、はい、俺伝授してねえよそんなの、はい、いや681号で接着するのはよく分かってるけどさ、ちゃんと成形してから塗りに入らんと。カメライトが負けてしまうね。あ、ちゃんと成形してからって意味は分かんないんですけど、ちゃんと形を整えてから。あ、はいはいはい、いや、そういう意味でね、フィニッシングだもんね6815を塗るときはね。2回塗り誰かさんするって言ってたけどさ、すごいね。だからエポキシってさ、接着剤って分かってねえ人もいるんだよね。だから何で接着すればいいんですかとかさ言う人いるんだよね、中に。接着剤って書かないとさ接着剤じゃねえんかと思ってる、あのあれもやからもいきます、うん。だからアメリカなんかだとさ、あんまり事細かくさ、ああじゃねえこうじゃねえってやってねないじゃないですか。日本のはさすんげえもんね。じゃあ他にくっつかねえんかって言えばくっつこうね。ねえ、その用途用途で分けるっつうのがさ、すっげえさ、なんとか用なんとか用とかさ、わかんねえことはねえけどさ、だから砂糖でも太らねえ砂糖とか、ちょっと太る砂糖とか、カロリー2分の1とかさ、ねえ、その手合いと同じみたいにしてさ、接着剤もさ、突き板用接着剤とかさ、いうあれになると、じゃあ突き板しか接着しねえんかな。思うよね。透明樹脂ってつけて、透明樹脂、透明の樹脂だけの用途かなと。なんか変だなと思う。社長書けばいいやん、万能エポキシ。いや、万能って書くとね、だから逆に売れないんだよね。何に使っていいか分かんないんだよね。本当ですか。うん。多用途とかさ、万能とかさ、だからどんぐりでもさ、錆止め用っつんがあるとするじゃん。錆止め用の用途が壁面にあるじゃないですか。それと木の防水用とかさ、用途があるじゃないですか。錆止め用のは使えても防水用は使えねえんかなと思うわけ。だ、多用途って書くとさ、意味用途が分かんないんだよ逆に。だ、それは錆止め用って書くと、マーケットはさ、錆止め用を求めたお客さんにはさ伝わるわけだよね。錆止めできます、木の防水ができます、塩水に対しても耐海水性がありますっていっぱい書くとさ、どれ使っていいか分かんないんだよ。だからさ、極端な話表札用になっちゃうんだよ。これ表札用だけなんかと思っちゃう。表札用だって防水ができるわけだよね別にね。なんかいい種類。えー、
確かにね、あれもテープはいいけど、でもあれも使い手があるでしょ、巻きの、うん、あれもいいですよ、うん、自作のパテですか、また新作、また作り増量したやつ、そうです、新しく作ったんですか、やっぱそのヘラは使いやすいですか、やおいけですね、ヘラとやっぱりあれ歯ブラシは使い分けてるんだ、ああだってその特注のヘラは腰強そうじゃないですか、ゴムベラは、うん、強いですよ、強いでしょ、パテ塗るときはヘラで、液塗るときは歯ブラシってパターンですか、歯ブラシもしくはハケ、ハケ塗りにくくないんですかね、やっぱハケあれですか、塗りやすいんですかね、大量につけて、大量につけるときはハケがいいですね、はい、さっきの分かってるけど、だってカネライトのそこのところ塗るのはあれでしょ、鉄だったらあんだことでしょ、そうですね、サーフェーサー塗るんよりあんだことの方が先に塗るんでしょ、サーフェーサーはまあ塗らないんだろうけど、サーフェーサーが先ですよ、え、サーフェーサー塗ってからアンダーコートなんですか、そうです、あ、そうなんだ、だってサーフェーサーだってそんな接着力強くないよね、それやればあれか、カネライトが一体化と耐水性の耐水性の吸水防止にはなるし、いろいろ兼用になるんだ、きっちり濡れてれば塗装やっても溶けることはねえし、
から1588どんぐりエースと68で、はい、6888みたいな品番にすれば、はい、作業時間は倍伸びると思ってるんだけど、実際に倍伸びるかどうかだよね。それやっぱ目標としてるアメ車のなんか形状があるわけですか。はい。おお。なるほど。どない若い人向きなんかね、やっぱり。若い人向きでしょうね。若い人向きなん。はい。はあ。やっぱりあれちょっとこのフロントのところが中央部が出っ張った方がいいわけなんですか、うん、っていうのはこれが出てますから。ああそういうことなんだ、はい、カーショーと本場のカルチャーを味わう、うん、ちょっと何レトロっぽくなるってことなんかね。なんとなく、はい、膨らみ つけた方が、はい、よし社長これ、はい、3点、はい、フロントマスクが、はい、シボレーの3100のレプリカ。何それシボレー風ってことでいい、はい、いいわけ、はい、今度はでフロントライトを革命ライトから丸めにライトに変更予定、はい、ああ革命からね、はい、はいはいはいでリアベッドはステップサイドベッドに変更予定。ああ荷台をリアベッドっつうんですか。うん、うん、じゃあこれだけですね今のところ、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ勉強させてもらいます、はい、なるほど。もう着いたんですか。あ、一応ペコペコはなってないんだ。ついてはいないけど取れないよってパターン。3時間ぐらいしか経ってねえよね。うん、ちょっとまだ表面ベタついてるけど。ああそうだよね。だって何か入れてるもんな、不純物を。違う、強化物強化物強化物不純物じゃないんですか。強化物ですか。ああでもあれだよね、強度は出てる。今これだ。これでくっついてるでしょ。くっついてる。もうこれあの面積多いもんね。
まああとはあれだよ、ちょっとぐぐりになってる状態、ネバついてるよね。でそれ全体にあれですか、あのそのリアの、はい、あれ塗ってるみたいに6815のまたパテ塗るわけですか。パテでいくか間になんかかますか。あれだよね、一番最初の車みたいに錆止めやっとかないとまたジャリジャリになるよね。やっぱこのフォルムがいいんですか、このフォルムが、このフォルムが、そのフォルムがないと3100にはならないです、ね、なんない。これがこのラインだと。だってこの前作ってたんだって随分出っ張ってたじゃないですか、あんこが、うん、これがこれもね、うん、このノーズ自体はワンオフなんだ。そうです。クイーライトがね、この辺に来ない感じ。おお。結構暇なんですよ。おお。それは何、見た目でやっぱりあれなんかね、見た目でわかるわけ。見た目で大体はわかるでしょう。わかるの。何風っていうの。おお。わかんないやつはかかるんですね。ああ、そうなんだ。随分やっぱあれかね、車見ると見た目で違いが、俺はこれがいいとか、あ、いいとか悪いとかあるんかね。わかると思います。わかるんかね。そうするとアメ車っぽくなるわけ。アメ車っぽくなるわけ。ほい。すいません、わからなくてそういうのが。やっぱあれだろうね、塗装かけて、車の色を乗せた段階で違いが随分わかるんだろうね。全然違うんですか。あ、全然違う。楽しみだな、完成車体のデザインが。じゃあ色を塗装吹いた段階のあれでしょ、なんだっけ、エアブラシかなんかで吹くんでしょ。いや、スプレーガンで。スプレーガン、はい、こだわるわけだ。こだわるわけだ。いいよね、カネライトの場合はね、削っちゃって、削りすぎちゃって、もう肉盛りができるもんね。え、これがいいんですよね。ああ、型取りだなんだかんだって言ったって、ワンオフだとかなんかなんだかんだって言ったってあれだもんな。あの削りだけじゃなくて肉盛りができるからいいんだよな。肉盛りができなきゃ型修正なんかやってたら大変だもんね。社長、肉盛りができるっつうのはとっときだろ、うん、修理とデザイン変更と含めて考えると楽ですね。楽っつか、あの型修正やってたら不可能に近いだろ、うん、実際の話すればワンオフってあの量産しなければさ、量産するんだったら型さ修正したっていいけどさ、量産しなきゃ型修正してたらワンオフ実際には無理でしょ、できないでしょ。型修正するだけで製品ができちゃうの。何よりね、姿がいらんのがいいね。目姿か形状が逆だからね、
製品と。メス型削りすぎたら肉盛りは製品でできるけど、メス型が小さければオス型の肉盛りは不可能だからね。うん、だから金型作るときは大変だよ。削り込む製品削りが前提だから、最初小さく作って、うん、でだんだんと大きくしてって寸法合わせするんか。うん、逆になったら大変だからね。ジープはいつ頃ぐらいまでに直すんですか？いや、できるだけ早くするんだけど。それから雪が降るから駆け抜けですね。そうそう、だけ冬が来る前に乗りて駆け抜けない感じや。おー、もう冬なんだけど、こっちは。あー、そうだよね。冬に入ったら特面にあれだよね、冬になるもんね。うん、雪が降りやすいんだもんね、下手するとね。何？じゃあ車検は前橋まで受け行くわけ？いや、あの人車検は自分で行くか。ああ、そうか。俺は全然もう板金だけ。それは E3 なの ?E1 なの ?E1 と E3 のハイブリッド。意味がわかんねえな。ここが E3。うん、ここは E1。おお。はい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 。それはお好みに合わせてなんだ。じゃあ E3 の方が全然削りにくいんだろう。うん、だけど失敗したなと思って。え、なんで全部 E3 使えばよかったってこと？全部 E1 使えばよかったってこと？うん、E1 の方が全然削りやすいんだろう、どうせ加工するのはね。うん、もうあれだもんね、そのあんこつか形状は E1 で十分だもんね。サフェサ塗っちゃえば同じだもんね、結局。
染み込みとか接着も違うんだろうね、多分。そんなあんこ作れねえじゃんね。そういう発泡剤とかさ、コア剤がなければ。そんなリム成形で作るなんか大変だもんね。わかりませんけど。発泡剤のそのピンクので、社長が失敗したのも目撃しました。また発泡剤使ったなと思って。ライト周り、うん、どうしても一番埋めるのがね、うん、500円ぐらいいいかなと思って。いやいや、だってあの黄色いのだってなんか溶けてるじゃないですか、随分。どこ？あ？あ、それは、どこだ？形状石灰粉作ってる。あ、これ俺ひんむいた。ああ、そうなん、うん、なるほど。あ、じゃあ違うんだ。はい、発泡剤をあれなんだ。そう。これ使うんだな。そうです。次の車で。これがライト周りになるんだ。いや、次の車で使います。使うんだ。排気部品じゃねえんだあれは、うん。次の車で使うってもう予約が来てるわけ。1台ね。それは予定に入ってるんだ、下手すと。いいね。リアのフェンダーも大掛かりだね、随分ね。うん、そのジムニーのフェンダー作るのとはまるっきり違うじゃんね。違う、全然大掛かりだもんね。社長、うん、FRP の、うん、強度がどうのこうのって測定しようかなと思ったんで、はい、あの材料だけは一応調達したんですよ、はい、これアルミ、あ、2枚、はい、でアルミとステンレス、はい、ステンレス、はい、ステンレス、それとか、はい、あとは真鍮、おお、真鍮で、メッシュはそこに書いてあると、はい、ね、真鍮、あとパンチングプレート、はい、それとか銅、おお、銅も、いやいや、銅もいいんですか。銅もいいですよ。本当ですか。うん、真鍮は銅と錫だっけ、亜鉛か、はい、のブレンドだからさ、だから銅と真鍮は相性がいいと、強いでしょ。で、真鍮の方が強いな、強度が多分。だからこれで FRP 作って、6815で、社長に、ため、まあ、こんな強度になれますよって実感してもらえば、社長が。木工のことは。このアルミのさ、はい、裏にあの木を木材入れるとかなんかこの前言ってたじゃない。はい、で、その通りになってるじゃない。はい、ああ、で、6815を使ってるんだけど、ビス止めとかさ、他には あと2台作るリアなんだっけ、ゲートでリアなんだっけ、リアベッド、リアベッド作るんで、なんか木工入れる上での特徴とかコメントとかなんかありますか。今別段思い立たんです。特になし、はい、はい、でコメントしとかなくていいのかな、はい、はい、
脱着はできるようになるわけでしょ、これでね。脱着 OK です。はい、了解。防水もやんなきゃいけないって言うんだよね、防水と防静とね、特徴的なのはね。僕が知ってるのはさ、ステインを塗るっつうだけじゃなくて、防水施工やるじゃん。ステイン防水になんないじゃん、はい、どうせ。だからそれで特徴的なことがこのベッドでできるのかなと思って。ちょっと考えてみます。防水はまだ考えてない。そうだよね、はい、俺ステインとステインだけ塗るのと6815で防水施工やるのと随分違うんだろうなとは思ってるけどさ、はい、うん、それだけ。わかりました。はい、じゃあ、あの石柱、あのずこの前行ってきて見てきました。あ、すごいね、でかいね。なんだね。ほー、そこがあれか、丸みを見るわけだ。ほー、あ、そういうことね。じゃあ今削ってるとこがずっと削れるわけだ。ああ、じゃあそこのとこがアンパンマンの拳みたいに膨らむんだ。ああ、え、ね、そこだけがね、本当のワンオフなんだ。肩なしのワンオフなんだ。肩なしのワンオフなんだ。突き出るんだ、そこのとこが。機関車みてえに。あ、じゃあ印象は全然違うな。そういうことか。じゃあそれが鼻の頭みてえになるわけだ。で、あれか、シボレーのなんとかのレプリカってなるわけなんだ。そうすると言葉だけで分かるんだ。分かる人は。分かる人は分かります。じゃああれか、昔のレトロな映画で出てきたみたいなあれか、そうですね、車の、はい、ああ昭和何十年代のアメ車が日本に入ってきましたよみたいな、ああいうでっかいでっかいガタイの車みたいになるわけだ。でない、社長もそういう車好きなわけ？そうですね。あ、そうなん。おお。あ、そうなん。じゃあそれで本当にあれだ、塗装の色塗った時に見てくれが全然変わってくんだ。おお。あ、そういうことね。じゃあその外観が見れるのは来週は見れるんだね。形だけはね。
フロントマスクが、はい、シボレーの3100のレプリカ。何それ、シボレー風ってことでいい、はい、いいわけ、はい、今度はで、フロントライトを革命ライトから丸めにライトに変更予定、はい、ああ、うん、革命からね、はい、はいはいはいで、リアベッドはステップサイドベッドに変更予定。ああ、荷台をリアベッドって言うんですか、うんうん。